女子テニスのナショナルバンクオープン、カナダ、モントリオール、ハード、WTA 戦、和洋化、シングルス1回戦が行われ、第9シードの M ・ボンドローソは、チェコ、ラ世界ランク33位の M ・シェリフ、エジプトを6の4、6の2のストレートで破り、初戦突破を果たした。勝利したボンドローソはは2回戦。 今大会で約1290日ぶりに復帰を果たした元世界ランク1位のシー・オズニアッキ、デンマークと対戦することが決定した。ダニエル・バーサス・ラオニッチ1ポイント速報、先月のウィンブルドン、イギリス、ロンドン、芝、ブランドスラム、では初優勝を飾るとともに、オープン開口ノーシードの選手として同大会の女子シングルス史上初の制覇を成し遂げた24歳のボンドローソは、 今大会はそれ以来の公式戦となった。1回戦の第1セット、第2ゲームでブレイクを許したボンドローソワだったが第3ゲームでブレイクバックに成功。その後はサービスキープが続くも第7ゲームで再びブレイクを奪い、先行する。続く第2セット、ボンドローソワは第1ゲームでブレイクに成功。第4ゲームでブレイクバックを許したものの直後の第5ゲームから4ゲームを練習し、 1>, 1時間18分で勝利した。女子テニス協会の WTA は公式サイトにボンド・ローソワのコメントを掲載し、オズニアッキについて、彼女は偉大なチャンピオン。今日いくつかのポイントを見たけど、3年間離れていたようには見えなかった。私にとって大きなチャレンジになると思う。プレイするのが待ちきれないわ、と語った。ウィンブルドン優勝後初の試合について、大事な場面では落ち着いて、 全てのポイントに集中し、緊張をほぐすことが大切。ウィンブルドンの間、ずっとそうしてきたわ。それが一番大事なことだと思うわ。グランドスラム女王になれば、その期待がとても大きいのはわかる。緊張しながら試合をこなして、プレッシャーになれること。それが今私が取り組んでいることだわ、と述べた。勝利したボンドローソワは2回戦でオズニアッキと対戦する。 オズニアッキは1回戦で世界ランク114位の K、ビレル、オーストラリアを6-2、6-2のストレートで下しての勝ち上がり。同日には第11シードの B、ハダットマイヤ、ブラジル、や第14シードの K、ムチョバ、チェコ、第15シードのエルサムソノバ、世界ランク21位のエルフェルナンデス、カナダ、ラガ2回戦に駒を進めた。